ましてはハタバが生産されていたタンゴの国営農地農業基盤整備のためおよそ20年にわたって開発国営開発農地としては全国最大規模を誇り現在53団地512ヘクタールで果樹や野菜の栽培が行われていますここ数年特に増えているのが加工用のキャベツや人参、ごぼうなどの根菜類 武田さんも今キャベツや人参栽培に力を入れていますあこんにちは今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします人参すごい立派ですねはいありがとうございますねえい久々ですよこんなにいい人参を見たのはあ今ちょうど出荷時期なんですかそうですね10月ぐらいから始まりましてそれでちょうど2月中旬ぐらいまでやってますあじゃもうそろそろ終わるっていう そうです、ね、はいうもうだいぶ終盤です今年ちょっとねびっくりするぐらいあったかいんですがにんじんが大きなある前に頑張って収穫頑張って収穫っていう形で<ー>もうパートさんとともにものすごく追われて仕事してましたね追われ続けた収穫作業ももう終盤葉っぱはだいぶ枯れましたが土の中にはおいしい人参が葉っぱの根元を持って。 引っ張るあ。根元持たないとうここだと簡単にちぎれ、ちぎれるんで、<ー>はい。硬いですよ。はい、真上に抜くとなかなか硬い時ありますね。上？あ、あったあ<ー>すごいでもこの抜く時の感触はすごい気持ちいいです。スコーンって <laughs>、はい、衣装というのか作業着と合わせて貼るんですか？<laughs> そうですね。やっぱり人参になって人参の気持ちを分かろうと。<laughs> はい、本当ですか？本当ですか？それにしても。 絵に描いたような塩水系綺麗に育てるコツはえモミガラであったりだとか、はあ、あの牛の堆肥であったりだとか、はいうん、そういうものをできる限り入れて柔らかくして、うん、ニンジンが伸びやすく膨れやすいような環境を作ってあげてますそれがうまくいかないとどうなるんですかうまくいかないとやっぱりこれが割れてしまったりだとか、はい、もうタコのようになってしまったりだとかタコのようになっちゃうんですか、はい 人参を育てるにはたっぷりの水を必要とし、なおかつ水はけも良くしないとダメ水管理にも技術が必要です。段差のところを切る形で。ああ<ー>、はい、なるほど。で、ここも。結構これも大変な作業ですよね。そうですね。ずっとやってるんで、やっぱり、はい、一、はい、日に。何個ぐらい。五千,千本ぐらいは抜くかな。五<っ>千本ですか。はい。はい、大変だ。はい。 でもできてるってことなんですねそうですね<参>今年で約20万本植えてるのでいはい。武田さんが耕作する農地の面積は実に3ヘクタール収穫が始まる前の畑は人参の葉で一面の緑に人参ちょっと味見してみてください <laughs> あ,あ,ありがとうございます、はい、人参は外側の方が甘いんで外側を結構しっかり硬いけど <laughs> うん、あでも確かに変な何か苦味とかそういうのもなく <laughs> なかなか生で食べる機会って少ないんですけど甘いですね本当にそうなんですよね、はい、もうタンゴのやっぱり寒いので、うん、甘さはやっぱ寒さに比例するので武田さん茨城県の農業生産法人に7年勤めた後タンゴの国営農地へ入職ここでの農作業はまだ2年目 実家が大阪なので、はい、やっぱ関西に30過ぎて関西に帰ってきたいなっていう気持ちがちょっとあってあ、えーはい、それで広い畑を探してたら丹後、はい、で3ヘクタール借りれるっていうのがあったんでここは広い畑で機械導入ができることとあとはあの水まく施設がついてるんです。はいはい なんで蛇口をひねれ,れば水がバーって出るようになってるんで、はい、収穫したニンジンは機械を使って45分かけて洗いますうわすごい 4 5分って長いなって思ううんですがそうですすがそやっぱりそ,その間にやっぱ薄皮が人参っていうのはあるので、うん、薄皮が残ってると乾いた時に白くなってしまうんですよ人参ははは。なんで乾いてもその白さが出ないように4分から5分ぐらいは、はい、<ー>洗いますね洗いますねはい、はい、洗い上げられた人参は薄皮やひげ根も取れまさにツヤピカフリース 3L、2L。自動計量器で大きさ別に仕分けをした後、袋詰め。何せ一日に5000本以上。最盛期には6人のパートさんが大活躍します。結構なんかすんなりいかない。はい。<お>こう奥に突っ込んで、手で突っ込んでいく方が <laughs> そうですよね。<laughs> はい。バッチリです。う <laughs> もうちょっとやっぱねじった方がいいです、ね。 <laughs> 売り物になな <laughs> これでは売り物になりませんねすみません単語では今後も人参などの生産を拡大していこうと土作りセミナーなどの研修も実施野菜の一大供給地としての単語を盛り上げていこうとしています機械をやっぱりどんどん導入して面積を広げて、うん やっぱりどんどん農業でも儲かるっていうのを自分で実践していきたいなと思ってますはい。はい、次何かこれを絶対作ってみようっていうものはこれからもじゃがいもと <laughs> <か>まあやっぱ人参に一番力は入れていくつもりではいます<ー>はい。じゃあぜひねこれからもどんどん頑張っていってくださいありがとうございましありがとうございました,、はい、ました人参持って帰ります武田さん自慢のキャベツもいただいたのでこちらも持って帰ります